はい、おはようございます。西武立川からほど近い歯医者さんにやってきました。この前歯一体どうなることやら、セカンドオピニオンってやつ初めてですが、行ってみましょう。予約の時間が迫ってるんですぐ行ってきます。それでは、ただいま帰りました。いやー疲れました。でもまあ無事にセカンドオピニオンに行ってきました。まあ結論はと話す前に、行く前に私が、どういうふうに考えていたのかについてまず話したいと思います。インプラントにするか、入れ歯にするか、それともプリッチにするか、まあいろいろ考えてみたんですけども、まあ、結論から言うと私は入れ歯にしようと思っていました。まあインプラントは高いし、あとはやった後に後戻りするっていうのが難しい、できないことはないらしいんですけど難しそうだったので、それぐらいだったらまずは入れ歯にするっていうのも悪くないんじゃないのかなと、考えました。というのもまあそのメリットデメリットといろいろあると思うんですが、入れ歯のデメリットであるその銀のバネの部分が見えてしまう、まあそれを隠す入れ歯もまあ自由診療であるらしいですが、まあ、そうじゃなくて保険の診療の歯だとバネがね、こういう銀の部分がこんな風にかかるので見えてしまうというのがあるという風に書いてあるんですけど、それは別に私どうでもいいなと。帰って洗うと どこだ、こっちか、こっちの方に銀歯見えてると思うので、ニコッと笑うとどうせ銀の歯見えるし、それが一つ二つ増えたところで、まあ人からどう見られるかっていうのはまあそこそこのおじさんですからね、もうおじさん具合としては仕上がってるんで、もう仕上がってるおじさんとしてはそれがまあ少々ね、増えたところで、まあ、評価にそれほど大きな差は出ないだろうと、私自身が気にしなければ大丈夫だろうと。まあね、少し銀の歯が増えたんだったら、まあなんかシルバーなんですか、シルバーファングぐらいのね、あざなとして、名乗って、楽しく生きていけばそれで問題ないかなと思ったんで、まあ大きなデメリットにはならないだろうと。でもう一つある、発声が難しいっていうのは、まあ人によっては結構、出るらしいですけど、まあその練習すればね、なんとかなりそうだなと思ったんで、それはいいかなと思うようになりました。で、まあ入れ歯にしようと思って、いたんですね。最終的には入れ歯でダメだったらその後にインプラントするっていうのはなんとなくできそうだなと思ってたんで、セカンドオピニオンで、ダメと、やはりダメですねと言われたら、まあどちらにしろ入れ歯を選択する、ことにしようかなと思って、今日行ってきました。はい。で、ここからが、行ってきた後の話になるんですが、行ってきてまずは前のところでどんな風に言われましたかという風に、聞いてもらって、まあこれこれこんな感じでしたという風に説明して、じゃあうちでも、ちょっと見てみましょうとして、レントゲンを撮りました。それが、こちらのレントゲンです。これは先生が持っていた、その画像を、こうなんかタブレットに映ってたのを、こうやってカシャッと撮らせてもらいました。で、そのおそらくこの辺に黒い影が映ってると思うんですが、その影が、今回のこの、インプラントにするか入れ歯にするか問題の、ポイントになるところです。そこが、まあ、骨が溶けて、黒く、なくなって見えているので、まあ、それが前の先生は広がってくると問題だから、早めに処置した方がいいと、まあ、まだわからないけれども、これはおそらくこのまま放置しておくと広がってしまうので、しかもなんかもうなんか1年2年とか、いうふうにほっといたらもう、まあ、なんか大変なことになる、大変なことになるとは言ってなかったかな、まあ、そんなに長く、開けちゃいけないよというふうに、まあ、早くした方がいいで、なんなら1日でも早くやった方がいいというふうに、言われました。で、ただ、今日言ったセカンドオピニオンの先生はそこがこのぐらいの大きさであれば歯がぐらつくということもないだろうし、で実際に痛みがないので炎症としては小康状態を保っているんではないのかと。でその小康状態っていうのは私の免疫がこの、海に対して戦っていて、それ以上大きくならないように骨が削らないように戦ってくれているので、まあ、今後炎症が起きて痛みが出たりとか、これが広がっていってしまうとなりのね、影響が
なんていうんですか、することがあるのだったら、やはり処置をしなければいけない、こともあるかもしれないけれども、まあ、それはそうなった時でもいいんじゃないのか、もしかしたらこのまま、小康状態って言ったらですけど、広がらずに大きな影響もなく、これがまだ、しばらくの間、まあ、何年か分かんないですけども、保てるんだったら、それを保つのも一つの選択肢ではないのかというふうな提案をしていただきました。で、2つの、まあ、インプラントにする、まあ、なんなら、まあ、抜歯をするのとしないでそのままというこの2つの案が出てきました。さて、どうするかと。私は決断しました。さあ、何を選んだかというと、じゃじゃん。何もしないことにしました。ででー。まあね、実際この選択肢が合ってるかどうかはわかんないですね。ファーストオピニオンの先生が言ってたことが正しいかもしれません。今後ね、もうすぐ拡大していって全部歯が抜ける。まあそんなことはないと思いますが、可能性はね、あるかもしれません。でも、ならないかもしれないですね。私はならない方の選択肢を、ならないという、そして経過観察をするという道を選ぶことにしました。まあ、その選んだ理由なんですけど、まあ、なんていうんですかね。まあ、うまくいくならどっちでもいいじゃないですか。まあ、少々ね、まあ、少々って言っても私には少々ではないですけど、インプラントに。値段はね、まあ、置いとくとして、インプラントにしてうまくいった、何もせずにうまくいった、両方とも、やらなかったっていう選択肢はその時点、選んだ時点でなくなるので、どっちでもうまくいったっていうんだったら、いいんですね。だからこの場合は問題にならないんですけど、問題になるのは失敗した時ですね。まあ、インプラントにして、まあ、何らかの、失敗、まあ、定着しないとか、まあ、痛み出すとかいうようなことが起きた場合、もしくは、何もしなくて、ひどくなって手がつけられなくなった場合、どっちにした時の方が後悔が多いのか、どちらの先生にの、提案を自分で選択した時にどっちが後悔が少ないかって言ったら、私は何もしないということを選択した上で、何か問題があっても、まあ、その先生のね、説明を聞いて、納得した自分がいたので、こちらを今回は選択す、掴むことにしました。いやー、まあ、そんなに悩まなかったですね。なんか説明が、まあ、非常に、どっちかといえば今日言った先生の方が丁寧にしてくれた。合ってるか間違ってるかはわかんないですよ。でも、丁寧にしてくれたという印象があるので、まあ、仮にうまくいかなかった時でも、ちゃんと説明してくれるんじゃないのかなという、信用感っていうのは、今日の先生の方があったんじゃないのかなと思いました。腕は分かんないですけどね。やってみないと分かんないんです。はい。でも、まあ自分のね、気持ちがそっちに向いたので、その、選択をしました。ただ、何もしないかって言っても、ちょっとですね、歯欠けてた部分が、その、もともとはその欠けてた部分を、直すために外して、新しいの入れてもらおうと思ってたんですけど、この、なんですかね、欠けてる部分、膿がある、ようなのは確かなので、ここに新しい、まあ、取ったり入れたりっていう刺激を、加えたり、まあ、取ったらおそらく洗浄とかね、しなきゃいけないと思うので、そういうような刺激を言った時に、本当にバキッといってしまう可能性もあるので、それを選択するのは、まあ、大きな、痛みが出てからとかだったら仕方がないかもしれないけど、現状でやるのは、まあ、得策じゃないんじゃないのかっていうことだったんで、この欠けた部分だけを、レジンで、持って、まあ、なんかプラスチックみたいなものを、足して、その少しね、銀裏側に銀が入ってるんですけど、その銀が露出している部分を、埋めてもらうという、治療だけで今日は終わりになりました。まあ、今後ももちろんこのそのままこれで終わりっていうことではなくて、まあ、その膿があるっていうのは確かなようなので、定期的に通って、チェックをしてもらうということを続けることにしました。いやこの一週間ぐらいは、まあ、まだ終わってないんですけど、一週間ぐらいドキドキしましたね。一時は70万の支払いかと落ち込んだり、いや、やっぱり入れ歯にして、しようと、決断してみたり、で、今日は何もしないという、あれっていう、あれっていう感じの選択になりましたが、まあ、ひとまずね、ひとまず、なんか心は、ふー、
という一息ついたような、心持ちです。で、ただですね、まあ、その先生すごくいろいろ聞いても嫌な顔一つせず、むしろ聞いてくれっていう感じで聞いてくれ、接してくれたんで聞いてみたんですけど、この間がある入れ歯、やはりちょっとめんどくさいみたいですね。私はなんかこの二つね、カポッと、この前歯のあたりだけ覆うという入れ歯でできるのかと、思っていたんですが、それだと多分、ね、支えるのが弱いので、もうちょっと大きく歯の奥歯の方まで支えるやつを入れないと安定しているものっていうのが、作れないので、まあ、作るとしたら、2本こう間が空いてるやつで1個だけれども奥まではめるような、おそらくちょっと異物感があるようなものになるんじゃないのかなというふうに説明してくれました。これも想定外でしたね。まあ、入れ歯にするというふうに考えていたんですが、見込みがね、甘い考えだったようなので、まあそうならなくてね、まあとりあえずは良かったと思いました。まあ、問題を先送りにしてるだけとなるか否かは、今後次第ですが、もしそれも気になるということだったら、チャンネル登録して、ぜひね、今後どうなるかっていうのも、見ていってください。その一緒に、まあ、もし他にも問題があるんだったら、教えてください。その施術もお任せしますというか、お願いしますというふうに言ったら、なんかですね、この、散々この1週間、歯医者関係のね、見てたらいっぱい出てきた、歯石ですね。歯石がいっぱい溜まってる動画、歯石とかで検索するといっぱい出てくると思うんで、ぜひ、ぜひって言ったんですけど、興味ある人は検索してみてください。それがね、ボッコボコ取れていく動画があって、結構気持ちいいんですよね。耳の掃除をする動画とか、なんかそういうのが好きな人はハマると思いますんで、なんかね、100万再生とかされてるような、10万、20万再生されてるのも結構ありましたんで、ぜひね、概要欄には入れないですよ。入れないですが、興味あったら検索してみてください。何の話をしたのか忘れそうになりましたが、その歯石があったんで、それをまあ来週取りに、行こうと思います。まあ、それはね、多分報告するまでもないような感じだと思うんですが、その後も、このね、もう歯の問題懲りたんで、なんか歯の磨き方とかね、教えてもらうように、しばらくちょっとそのね、歯医者さんとの付き合いを深めるためにも、週1、2週間に1回と通って、見たいと思います。この経過観察も続けてみたいと思うんで、忘れた頃に、その続きとか、悪化しましたとか、そういう動画が出るかもしれないんで、その時はよろしくお願いします。では、次回の動画でお会いしましょう。さよなら。いやー、ビビりましたね。いやー、歯をしっかり磨くのと、生活とね、関係ない余剰の金額はね、しっかりできるなら貯金しておきましょう。やはり人生何があるか分かんないですからね。はい。疲れた。まあ、とりあえず、よかった。では、お疲れ様でした。